一撃は、松本二郎による日本の漫画作品。長井義夫の小説、幕末一撃必殺隊を原作とした作品で、幕末期に、江戸を騒がせていた、金納老子を自称する者や薩摩藩士による押入り、強盗、辻斬り、放火といった、御用盗に対応するために農民を集めて、結成された、特殊戦闘部、一撃必殺隊の活躍を描く。 コミック欄2016年6月号から2019年4月号まで連載された後は、コミックランツインズ2019年5月号から2020年12月号まで遺跡連載された。2018年12月27日に単行本4巻が発売された際、映画化の企画が進行中である旨が帯にて告知された。大政奉還後の江戸では、 薩摩藩の命を受けた老子たちが消化などを襲う御用党が多発していた。薩摩藩は幕府を挑発し、武力による倒幕を目論んでいたのだ。薩摩宇津部氏の小栗ただまさら抗戦派を抑えつつ、恩憲派の勝海舟は身元不明の武力集団を設立し、これに御用党を対処させようと新選組の土方を通じて大使である島田らを派遣してもらった。島田らは、 高額な報酬を提示して、農民を集め、一月の即衆で刀の扱いを教え込もうとする。しかし、勝ちは1ヶ月も高戦派を抑えきれず、農民兵らが攻撃の術を覚えただけでの、実戦投入を命じる。一撃必殺隊は、ある程度の成功を収めるが、薩摩藩も、一撃必殺隊の正体を探り始める。隊の一人、千代松が薩摩に捕まり、拷問を受け、 一撃必殺隊をおびき出すために、薩摩藩に江戸市中引き回しをされる。一撃必殺隊の面々は、千代松の口から自分らの蘇生が暴露し、村に残してきた家族に害が及ぶのを恐れ、千代松の殺害を決意し襲撃する。薩摩の罠であるにもかかわらず、仲間が自分を助けに来たと思った千代松は仲間に、迷惑がかからぬよう壁に、自らの頭をぶつけて実施する。 主導の相手を一撃必殺隊に切り殺されたイムタは独断で、牛五郎の故郷へ赴もき、牛五郎の母や妹を切り殺す。村人たちは、牛五郎の母や妹を守るどころか、村が襲われたのも、牛五郎らのせいと、牛五郎を捕まえ袋叩きにしようとするが、牛五郎を追ってきた死作りに助けられる。どうにか、無断外泊にならずに戻れた牛五郎と死作りだったが、 女郎のお高と共に出奔した梅吉が囚われ、処刑される。いずれも、腕力自慢の者たちで、米瓦を担いで50軒を走る試験に合格し、島だらに刀の扱いを教わっている。参加の目的は、高額な給金と、私分への取り立て。ありがとうございます。